も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は大御所登場でございます。甲斐バンドのヒーロー。ヒーローになるとき、それは今。こちらの曲をこのウクレレを使いまして、ガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、コード5個。もう一回歌いましょう。後半はかっこいいバージョン。8ビートの軽やかなノリ、ロックのね、あの感じ、出していきます。かっこいいバージョンです。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで音楽。演奏してみませんか？演奏して歌う弾き語り。これ最高なんです。音楽聴くのもいいですけど、やるのもまたこれ最高に楽しいんです。で、楽器とか音楽諦めてた方、ウクレレ方助けてくれます。で、他の楽器やってる方もウクレレでやるともう全然景色が違うんで、ぜひこのコンパクトなもう最強のモバイル楽器ウクレレ始めましょう。ウクレレはですね、簡単なんですよ。だけど始めたらわかります。奥もすごく深いんで、ずっと続けられる趣味になります。はい。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストのここというところにジャンプしていただいて、この YouTube、動画がリンク貼ってありますけど、順番に1から見ていって、ウクレレ触ってるだけで、すぐに弾けるようになります。このガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどんできるようになりますからね。で、これ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでね、ちょっとした隙間時間でどんどん楽しく音楽ができる。無料で、皆さん、リンクありますよ。初心者リストのここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズさんが取りに取りためてきた、あらゆる音楽のウクレレ簡単レッスン動画が、800曲以上。すごいでしょ？もうすでにアップロードされております。はい。今日みたいな定番、もう昭和の歌謡曲、定番 J-POP、最新 J-POP も洋楽もハワイアンも、夏メロも演歌も、アニメソングも映画の曲ももう何でもかんでもウクレレで簡単にやろうってことでやってますんで、さっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになってます。で、お気に入りの曲どんどんやっちゃいましょう。さあ、早速行きましょう。ヒーロー、甲斐バンド。まずは初心者さん向け、超シンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ヒーローになるとき、ああ、それは今。ヒーロー引き裂かれた夜に、お前を話をしない。生きるってことは一夜限りのワンナイト。矢のように走る時の狭間で踊る。日々割り、ヒーロー太陽は燃え尽き、ヒーロー海は枯れ果てて、月は砕け散っても、ヒーローになる時、それは今。ヒーロー引き裂かれた夜に、お前を話をしない。甲斐バンドのヒーローやってみました。ガズレレ流シンプル簡単バージョンでございます。聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流ショートカットバージョンアレンジでございます。2番とかフルでやりたい方、コード進行は一緒ですので、自分でどんどんノートに書いて自分だけの歌本を完成させてください。動画のテロップと合わせて何とかできるようになった方も、自分で書いて自分だけの演奏でやるのをお勧めしています。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。すごくシンプルです。ストレート&シンプルなロックンロールナンバー、かっこいい。はい。こういうの時代を超越しますからね、本当に素晴らしいと思いますね。
で、ここに書いてあるんですけど、ここにメロディーとか書いてある。これ後半ね、ここでメロディーを弾こうかなというふうに思いますので、下にくるっと囲ってあるのも、かっこいいバージョンでやりますよという状況でございます。書いてってください。これがサビでメインになりますね。はい。で、ここが A メロでございます。はい。一時停止で目を追っていてください。はい。で、ここが A メロの2番というか。いいですか？ちょっとわかりにくかったら動画のテロップと一緒に示し合わせて。で、ここ B メロです。ここ伸ばすって書いてありますね。伸ばしてここ弾く感じですね。はい。で、ここまで来たら、ここを書いてある。サビ1って書いてあるから、B メロが終わったらこれサビに行きまして、で、2回目のサビが終わった後、ここのブリッジパートのところに、ヒーロー、ソーラーはひび割れのところ。ここもね、今、ここカッティングって書いてありますけど、今のシンプル簡単バージョンは伸ばしましたということでございます。そして、これが終わったらまたサビに行って、最後、ちょっとコール短くなったけど、コード進行これで、ヒーロー、ヒーローとやって終わったというのがガズレレルアレンジでございます。いいですね。じゃあコードの解説していきます。出てくるコードはですね、5個でございます。 C と Am、F と D7、G7 という超絶入門コードでこれできるんで、ほんとウクレレデビューにもう持ってこいかもしれません。はい、これ好きな世代の方結構多いんじゃないかなと思うんで、これでぜひ始めてみてください。で、これはですね、ちょっと一個ずつ今日ここで解説してもいいんですけど、今日シェアしたいのはこちらです。ガズレレ必須コードというコードのグループがあります。これね、10個ぐらいのコードの仲間なんですけど、どうしてもコードって覚えなきゃいけないんですよ、楽器やる以上。で、その時に皆さんウクレレで今音楽を始めようと思っているわけでございまして、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードの集団っていうのがあるんですよ。すごく仲良しで助けてくれて、便利なコードのグループ。これをガズレレ必須コードと言っております。これ覚えとくとね、ガズレレアレンジの曲はもうほんとほぼ弾けますんで。はい。10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たら指1本のコードとかあるんですよ、結構。なんだけど、やっぱりね、10個いっぺんに覚えるときにはちょっとね、コツがいる。それを解説している。私が解説している。めちゃくちゃ頭にスッと入れる。このガズレレ必須コードマスターする動画。ここにリンク貼っておきます。ここでコードを覚えてください。この10個のうちの今日5個ですので、その10個を覚えたら今日自然に5個覚えちゃうというふうに、はい、考えられると思いますので、楽しく覚えましょう。よろしくお願いします。はい、それでは、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、まず基本的にリズムを変えます。はい、こちらのリズム。8ビートのチャです。こんな感じ。この8ビートのチャというのこのチャというこのこれを打楽器的に捉えて、ドラムのドンタトツッとタツッドン、これを再現します。ドンタトツッとタッドンタッ、これでガツ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 いくロックの疾走感を出しているという弾き方でございます。これを基本的にやろうと思います。あとはですね、ここ B メロじゃない、ブリッジパートのところのヒーロー、ソーラーはヘビ割れのところでカッティングという技を使うんです。カッティングっていうのは左手見てて触ってカチャッと言います、出るだけで。これ、押さえすぎると、音出ちゃいますからね。これ、触るだけ、タッチするだけですよ。ここでこう、8ビートをやるわけなんですけど、ちょっとここやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ヒーロー、ソーラーはヒビワレー。あー、うん、チャカラ、チャカチャ。わかった？だ、最初の一回だけ弾くわけ。じゃあ、カカッ、カカカカカカ。はい、こんな弾き方、やります。なので、8ビートのチャとカッティング。この2つの弾き方メインでいこうと思います。この2つの弾き方解説している動画、ここにリンクがあります。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティング、ちょっとヒントになる動画でマスターしてみてください。で、8ビートのチャは、普通の8ビートができてないとできませんので、まずストローク初めて挑戦する方は8ビートの超基本リズムからやっていってください。はい。で、このカッティングっていうのは結構まあポイントになると思うので、最初の1音だけ鳴らして、じゃあ、カッ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 、じゃあ、カッ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 、ここ、ブリッジパートのとこ、やってみてください。ちょっと難しい方は普通の8ビートのチャでも十分かっこいいと思いますけどね。あと、シンプル簡単バージョンの時みたいに伸ばすとか、ちょっとアレンジ変えた方が、ここはいいかなというところが、思うところでございます。で、あとね、全体的にはそのロックの疾走感、うんとストレートな曲なんですけれども、一箇所、ちょっと面白めというか、ここのね、メロディーって書いてあるでしょ。ここでメロディーを弾いて、ちょっとね、メリハリつけようかなと思うんですよ。この A メロに行く間のところですね。ここ G7、3ブロック並んでるんで、ちょっと気をつけてくださいね。この3個目のところです。これはね、どういうメロディーかというと、ちょっとここにタブ譜を書いてみました。これ。これはですね、ちょっとこの辺どっか、貼っとくんで、見ていきましょう。まずどういう風にやるか、デモ演奏しますね。いきますよ。ヒーロー、引き裂かれた夜に、お前を次、払う。
しはしない、これをやります。ドレミファソラシドみたいなメロディーですけど、これスケールっていうのがありまして、今のメロディーを弾いちゃおうと、まあそういうことです。じゃあどっかのこうテロップをやはめるんで見といてくださいね。まず、3弦の2フレット、ここから3弦の2フレット、次2弦の0、次2弦の1、次2弦の3、次1弦の0フレット、次1弦の2フレット、次1弦の3フレット、1弦の5フレットです。はい、いきますよ、3弦の2、2弦の0、2弦の1、2弦の3、1弦の0、1弦の2、1弦の3、1弦の5。はい。お前を話はしない。生きるってことは、みたいな感じで入っていきます。これ、ちょっとチャレンジ企画です。やってみたいなと思う方やってみてください。この表をね、見ながら。リズムの中で、曲のグルーブの中でこれを埋め込むとき、ちょっとコツがいりますけど、こうリズム。乱れないように入れるのがキーポイントになるかなと思います。でそれ以外は結構本当に直球でこうドーンとまっすぐ来るタイプの曲だと思いますんで、本当こうブルースソウルフルにブルージーにこう歌うのもかっこいいかなと思います。やっぱロックンロールですから、はい、その皆さんのこのテンションが結構肝になると思います、こういう曲はですね。はい、じゃあやってみましょう。それではカイバンドのヒーロー、ヒーローになるとき、それは今ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。Hero になる時、空は今 Hero 引き裂かれた夜にお前を話はしない、生きるってことは一夜限りのワンナイトショー、矢のように走る時の狭間かっこいいバージョンやってみました。すごいこうブルージーでこうかっこいいです。やっぱロックンロール素敵です。やっぱりもう好きです、ロックンロール。ありがとうございます。皆さんもやっぱこれノリがね、やっぱロックっつうのはやっぱこうなんていうのエネルギーがやっぱ大事だと思いますから、グッと体ごと持っていく感じの、楽しんで音楽やりましょう。はい、ガズさんですけれども、このちっちゃいウクレレ持って全国イベント飛び回っております。ちょっと最近ありがたいことでソールドアウトが続いてるんですけど、この後ちょっとイベントの最新情報並びに、このウクレレの情報並びに、本の情報をシェアしておきたいと思います。お時間ある方もない方も、ちょっとね、これガズレレ最新情報を見ていってくださいね。チャンネル登録の方もお願いいたします。今日は見ていただいてありがとうございます。楽しく音楽やりましょう。それではガズレレご案内動画、どうぞ。はい、そういうわけで、ひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに入っておきますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は、宮崎行きますよ、宮崎。はい、宮崎の方以外にも、日本中からこう、集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものは、この、ソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしといてくださいね。ホームページなのでよろしくお願いします。あとこのウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ、クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もう ありがたいことでそこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ 2,3 日で、また新たな在庫確保できる、またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あとインターン、ベトナムに行く半年間のインターンを10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ガズさんですけど本をいっぱい出してます。まずこれ、リットンミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、主の友社からこういうカズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますね。主の友社、そんなのもお願いします。ちょっとここでちょろっと告知していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークというおしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク、もし興味ある方ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ。自分で言うなって話ですけど、はい、お願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こうライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。